最大100。じゃあどうやってあげるかっていうのね、もう簡単ですよ。とにかくやってはいけます。本当にスクワットの回数を増やすだけでスクワット上手くなるし、重量も絶対上がってって100はすぐにいける。重力一生反抗期パーチームの直人です。ウッシーです。ハボロ町出身ウッティ上田です。今日はですね、スクワット最短で100キロまでの道、こちらを解説していきます。最短級の動画出すのは初めてじゃないでしょうか。そうだね、いやなんかさ、スクワットね、いろいろ出したじゃないですか、200キロまで到達した方法とか、正直ちょっと多分ね、ピンとこないかな。確かに、まずは最初始めた人ってスクワット100キロを目指してほしいかなと。まあ確かにそうですね、でベンチと違って難しい数字じゃないです。まあ、ベンチ100はね、まあそこそこ、まあ絶対いけますよ、ベンチの、ベンチ100も全員いけるけども、じゃあスクワットの100って、じゃあどっちが難しいかというと、スクワットの方が全然簡単。最大100、じゃあどうやってあげるかっていうのね、もう簡単ですよ。とにかくやってりゃいけます。とにかくやってりゃいけるんですよ。極論やってりゃいけるんですよ、ね、極論きた、そう、ただね、その到達するスピードはやり方によってめちゃめちゃ変わる。それは間違いない、多分皆さんやってるのって10回3セットじゃないですか、セット方法。はい、10回3セット筋トレ始めたら大体、前10回3セット初心者におすすめしてたじゃん。嘘つきやがって。黙らせてやったぜ、シャキン。はい、10回3セット最初おすすめです。フォームを作っていく上である程度回数をやってほしい、はい、で、はい、重さはあまり持てないから、10回っていうのは、ね、いきなり高重量を持つことはおすすめしません、じゃあ慣れてきましたよね。皆さん伸び悩んでる方はもう慣れてきてると思います。じゃあそこからじゃあどうしていくかっていうと、もうちょっと重さ持ってほしいんで、はい、じゃあこれだけやってくださいね。はい、5回5セット、もうこのセットに変えてください。やっぱりね、重さを持って神経系鍛えることっていうこと、そうですね、あとやっぱ側筋を鍛えて筋肥大を起こしに行く、これもめちゃめちゃ大事です。これ1個だけ言っていいですか、はい、僕は初心者の人ってまず何ができないかって言ったら、自分の限界の重量を持つってことができないんですよ、でそれを出すためには10回じゃなくてやっぱ5回出すための練習としてやっぱ適しているんですよ。そうだね、頑張れば一番大事ですよね。だから結局10回って、例えば心肺機能がね、きつくなってきたりとかもするんですよ。でもね、5回だとその前にやっぱりしっかり体のね、方の限界ができたりとかね、筋肉的にね、もするので、やっぱ5回5セットはおすすめかなと。そう、まずは 100% を出し切る練習。そう、で、もう一つはね、まあ、これもやってくれたら一番いいかなと思うのは、頻度を増やすってことですね。あー大事ですね、頻度を増やしてあげる。スクワットを増やすだけでいいんで、はい、その他の足の種目はまあやっても週1回かな、まあ、それでいいと思います。だから今週1回多分足トレやってると思うんですよ、皆さん。ってなったら週2回にスクワット増やしてあげる、これだけでいいです。なるほどな、スクワットだけの日を作るっていう。そうだね、スクワットと、まあスクワットプラス背中でもいいっすよ。背中なんでもいいっすよ。だからスクワットの頻度増やせばいいんだっけ、だから足のトレーニングとしてスクワットをやるのではなくて、スクワットも練習としてスクワットをやる。なるほど、だから本当にスクワットの回数を増やすだけでスクワット上手くなるし、重量も絶対上がってって100はすぐにいける。まあ速攻っすね、本当速攻いける、マジ速攻いける、本当にすぐいけるんで、ちょっと頻度増やすっていうのは嘘だと思ってちょっとやってみてほしいですね。ねえ、元エブリスクワットの男ですから、はい、この男エブリスクワットで200まで到達したと言ってます。ただ怪我してます、二度とやりません。まあでも伸びたのは事実なんですから、そう、同じこと言いましたね。そこで、ね、なんで伸びたかっていうと、やっぱりこう仲間の力です。仲間の力じゃなくて俺の力なんだけど僕の力ですね。いや、その時あんま仲良くなかった、まだ 197.5 で止まってたからですよね。そう、やっぱ、全然200上げないからくすぶってんなこいつと思って、あんま仲良くなりたくないもん。なりたくない、やっぱそこはなりたくない。ここに200の壁があります。そう、だから僕がじゃあなんで200までいけたかって言ったら、エブリでやって上手くなったからです。うん、間違いないですね、うん、まあそこまでは絶対やんなくていいです。でも週1回を週2回に増やすとか、まあ週に今2回やってるんだったら週3に増やすとかね、これ1回増やすだけでいいんで、ちょっと頻度増やしてください。はい、もうこれだけなんだけど、何か1個意識するなら担ぎ、はいはいはい、担ぎだけちょっと見せていただきましょう。この100を上げるために一番意識して頭に置いてほしいことですもんね、うん、はい、はい、行きましょう。不適切なコンテンツ100ね、とりあえず100用意しましたよ。よし、でいろんな動画出したんですけど、まあ初めての方ってその全部意識できないんで、まあその中でも一番ちょっとね、担ぎを意識してくださいってことで担ぎやってきます。まあウッシーも担ぎ出してるし、俺も担ぎ出してるんで、どっちでもいいと思うんですけど、
担ぎはね、いろんな意識があると思います。はい、自分に合うものを探す、これが大事。今日はね、担ぎも簡単にじゃあいきましょうか。はい、おさらい、前も話したいことだけど、うん、ね、いきます。はい、まずはね、俺の場合はしっかり押せる位置を探します。グッ、手首が寝ない、はい、しっかり押せる位置、このまま、なるほど、はい、このね、ちょっと僧帽筋の上のあたり、ここに乗せてからスライドして、スライドして、このハマる位置探します。はい、さあ、めり込ませます。めり込ませます。はい、ちょっと肘張る。はい、はい、腹圧固めて立ち上がる。おー、一体化してますね、バーベル。ガッチリハマってますよね、はい、身体の一部ですかと聞きたいぐらいです。これ一部だよ、俺これ一部、はい、え、一部と全部。あなたは私のほんの一部。ここまでやってください。はい、最短100キロはバーベルを身体の一部と化した男これ稼いでる時間めっちゃ長くない？でも安定してますね。そう、はい、バーベルいい位置で担げてる時は喋れるんです。あ、そう、ずっともうあんまり辛くないんですよ、このバーベル担いでて。そうなんですよ。いや、ちょっともうきついけどさすがに。まあでもこれだけ担いでても大丈夫ですよ。そう、まあこっからじゃあ5発いきますよ。そう、はい、じゃあしっかり呼吸を、腹圧固めて、いいですね。はっちゃ聞こえてバーベル上げてます、うんうんうん、はっちゃ聞こえてます。北海道弁ですね。ね、素晴らしい。まあね、綺麗。まあ、こんな感じで5発しっかりやってください。担ぎだけ意識、まあ、5発今全然余裕でできちゃってるけど、いや、きつそうですけどね。うんね、担いでる時間がいいけどね。で、5発をやっぱりでも設定重量としては、うん、さっき言ったある程度ギリギリ、うん、そう、ここをちょっと目指してください。自分の限界を出し切るっていう練習でもあるんですよね、うん、あと一つ、インターバルは長く取ってくださいね。インターバルはしっかり長く取ることと、ある程度の重量ギリギリを持つことね、セットの組み方としてはそれがおすすめです。大事です、間違いないです。頻度を増やすって話の時に体が限界きて気づいたら怪我しちゃったみたいな、はいはい、なるっていうのを、まあ、事前に防ぐとするならば、直津さんならどうしますか？何を指標にしますか？しゃがんだ時にいつもと違うしゃがみ方しかできない状態とか、まあ、明らかにしゃがみ始めた瞬間に張りが出てくるような状態では絶対にやらないです、ね、筋肉の張りですか、一番。結局それって重さを使って例えば下に降りたりとか、そんなの体壊すに決まってるんで、今はもう絶対エブリはやらないですね。やっぱ週1しかやってなかったんで、うん、週2になると多少は体に負荷くるじゃないですか。週2でやる場合はですね、1回は高重量、1回は高重量、うん、もう1回は高重量でもいいし、軽い日でもどっちでもいいと思います、うん、ただね、頻度増やすってことはすごく大事ですね、うん、デッドもね、ガチガチにやるんでなければスクワット2回高重量でもいいと思う。まあ慣れますね、体が。そう、あとは何かありますか？ナッシーン、ナッシーン、ナッシーン、ナッシーン。それでは皆様、良いパワーライフを。